955から6系ラウンドウェッジ型先頭車の側面エンブレム955から6系ラウンドウェッジ型先頭車の速度記録エンブレム新幹線9 5 5軽電車は東海旅客鉄道が3 0 0系に続く次世代の新幹線関連の技術を実験するために1995年に製作した高速試験用電車である通称は 300X 編成記号は A。国鉄分割民営化から間もない1992年3月に東海道新幹線で最高速度を時速 270km に向上させた 300K が望みとして営業運転を開始し、翌年には営業区間を山陽新幹線博多駅まで延伸させた。この 300K の開発の源流は、 国鉄時代から行われていたボルスタレス台車や VVVF インバータ制御の開発にまで遡ることができ新しい車両の開発には膨大な時間が必要となるそこで300系試作者が落成したばかりである1990年により良い鉄道サービスを提供する上で簡単のない技術開発が必要であるとの考えからレール車輪方式による 理想的な高速鉄道の開発を行うために制作されたのが本形式である。営業運転に供することは当初から考えられていない純然たる試験車として設計され曲線や勾配で高速試験走行に向いていない東海道新幹線区間で高速走行試験を行うことから加速力を増加させている。車体はアルミニウム合金製のボディマウント構造を 採用しているが、次世代の車両製造時のデータ収集のため車両ごとに製造方法を変えて製作された。また、先頭車形状が東京法と博多型で異なり、それぞれラウンドウェッジ型、カスプ型と呼ばれ、比較のため入れ替えることができるようになっていた。立候主回路は、VVVF インバータ制御で、素子は GTO サイリスタを採用し、 連続定格出力4 0 5キロワットの主電動機を駆動する。主変圧器は軽量化のためアルミニウム製のコイルを使用。6両編成で全車両電動車である。台車はセミアクティブサスペンション付きのボルスタレス台車を採用する。3.6号車の台車には鉄道総合技術研究所によって開発された油圧シリンダ式の車体傾斜装置を搭載する。 なお、台車支持位置が高いため車内床の一部が盛り上がっていた。軸距は3 0 0系非 500mm 延長である 3000mm とした。これは、鉄道総研による台上試験の結果、蛇行動限界速度が大幅に拡大されたことを確認できたためである。なお、パンタグラフから発生する騒音を低減するため、 ワイングラス型の大型のパンタグラフカバーが装着されていた。このタイプのパンタグラフカバーは 700K9000 番台で 300X で試作されたタイプから脚部を省いたタイプのカバーを採用したがカバーが逆に騒音源となっていたことが試験の過程で判明し量産車では不採用となった。955K の試験走行の過程では シングルアームパンタグラフなども試され、その他様々な形状のカバーが試されている。1996年7月26日未明、東海道新幹線前原駅京都駅間で、日本国内最速記録時速 443.0km を記録している。その後廃車予定だったが、700K や N700K 関連の技術開発。 デジタル ATC の試験などに使用され2002年1月に運用を終了し、同年2月1日付で廃車となった。スラブ軌道の走行試験を行うため、山陽新幹線に乗り入れたことがある。また分岐器通過時の評価試験を主目的として、新横浜東京間の往復運行や営業時間中に静岡駅で折り返す特殊な運用を実施したこともあった。 中間車はすべて解体され減損しないが、先頭車2両が以下で、生体保存されている。ありがとうございます。